皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪メトロ中央線コスモスクエア行きの電車に乗車しています。大阪メトロ中央線の延伸工事を撮影して情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪メトロ中央線は大阪市住之江区のコスモスクエア駅から大阪府東大阪市の永田駅までを結ぶ鉄道路線です。路線距離は 17.9km、 期間は標準期の 1435mm、 奇襲点駅含む駅数は14駅、全線直流 750V 第3機乗方式での電化です。また永田駅から近鉄京阪那線と相互直通運転を行っており、大阪メトロ中央線の延長路線として機能しています。近鉄京阪那線は大阪府東大阪市の永田駅から奈良市の学研奈良富ヶ丘駅を結ぶ鉄道路線です。そのような大阪メトロ中央線では現在延伸工事が行われています。終点のコスモスクエア駅から夢島の夢島駅仮称までの 3km が延伸されます。コスモスクエア駅と夢島駅の間の 3km には海底トンネル夢咲トンネルを挟むため途中駅はありません。夢咲トンネルは国と市が事業を進め2009年8月に開通しています。大阪港駅をゆっくりと出発しました。間もなく南港崎島とを結ぶ大阪港崎島トンネルを通過します。大阪港崎島トンネルは1997年10月開通の日本初道路鉄道併用珍米トンネルです。珍米トンネルとはあらかじめ海底や川底などに溝を掘っておき、そこにケーソンを沈めて土をかぶせる珍米工法で作られたトンネルです。2018年11月に2025年国際博覧会の開催地が大阪に決定し、夢島は大阪万博エキスポ2025の会場となります。大阪万博開催及び大阪 IR の開業を見越し、2024年度を目標に夢島駅を新設し延伸する工事が現在行われています。コスモスクエア駅に到着しました。乗車してきた三万英系電車を見送ります。大阪メトロ三万英系は2022年7月より中央線及び京阪那線にて運行が開始されました。コスモスクエア駅は終点ですが、線路は夢咲トンネルを通って夢島まですでに敷設されているようです。改札を出てバスに乗車して夢島の工事現場に向かいます。海の向こう側には夢島コンテナターミナルが見えます。コスモスクエア駅の2番乗り場から北港バス3番系統に乗車しました。南港崎島に続き夢島と崎島を結ぶ延長約 2138m の珍米トンネルである夢咲トンネルを通過して夢島に向かっています。夢島は大阪市此花区にある面積が約390ヘクタール甲子園球場約100個分の広大な人工島です。2018年11月に2025年国際博覧会の開催地が大阪に決定し、夢島は大阪万博エキスポ2025の会場となります。大阪万博の開催期間は2025年4月13日から2025年10月13日が予定されています。2022年12月19日から夢島駅の建設現場のすぐ近くに夢島中央のバス停が新設されていました。コスモスクエア駅の次のバス停なので乗車時間が以前と比べ大幅に短縮しました。以前のバスのルートでは夢島を素通りして先に舞島を巡回して最後に夢島のバス停に到着していました。令和4年12月に新設された夢島中央のバス停は夢島新駅の建設現場の正面にあり、移動が以前に比べて楽になりました。目の前には夢島新駅の建設現場が広がっています。夢島新駅は夢島の地下に建設されていて、ここからは直接現場は確認できません。2024年度の完成を目指して急ピッチで工事が進んでいると思われます。夢島南高架橋架設工事に伴う橋梁下部工事が令和5年9月29日まで行われるようです。この光景を見ていると2025年の万博開催に間に合うのか少し心配になります。
夢島新駅の正面の工事現場を離れて、夢島のメインストリートを目指します。メインストリートと新駅とを結ぶこの道路の整備もかなり進んでいます。メイン通りを左に曲がり、工事現場の北出入り口である2ゲートを目指します。メイン通りの側道の整備も完了しており、整地が完了しています。メイン通りを夢舞大橋方面へ進んでいきます。工事関係車両に関して、夢島の工事現場の北入り口への案内が掲示されています。メインストリートの側道では水道工事が行われています。ショベルカーで溝が掘られています。メインストリートを左折して、夢島新駅建設現場の北入り口に進んでいきます。メインストリートから新駅建設の工事現場に向かう道でも、道路の拡幅工事が行われています。大型のクレーン機や大型の空輸地機で道路拡幅の基礎工事が行われていると思われます。大阪万博エキスポ2020号や統合型リゾート IR 誘致を背景に増大する交通量に対応するために道路の拡幅工事が行われています。鉄道延伸と新駅建設の工事現場への北出入り口の2ゲートに到着しました。工事期間が2024年3月29日までとなっています。この地下に線路が延伸され、新駅が作られています。もう少し工事現場に近づきたいのですが、立ち入り禁止ですので叶わぬことです。大阪メトロ中央線と相互直通運転を行う近鉄京阪な線は、生駒駅で近鉄の他の路線と連絡しています。近鉄は、夢島延伸への関心が高く、京阪那線だけでなく奈良線などへ直通する考えを持っています。近鉄京阪那線と近鉄奈良線はともに機関線 435mm ですが、終電方式が異なっています。終電方式は京阪那線が第三機場方式で、奈良線を含めた他の路線は架空電車線方式です。近鉄奈良線などの車両が京阪那線を通じて大阪メトロ中央線に乗り入れするためには、両方の終電方式に対応した車両が必要です。近鉄関連の車両製造会社である近畿車両が新しい終電靴装置を考案し、製造の準備を行っています。将来的には近鉄特急が夢島新駅に乗り入れする日が来るかもしれません。夢島唯一のコンビニエンスストアであるセブンイレブン大阪夢島店に到着しました。手前の大型トラック専用の駐車場はいつも満車の状態です。荷受けを待つコンテナトラックの車列ができています。道路の向こう側にバス停があり、道路を横断したいのですが、横断歩道はなく、また車列はなかなか途切れなく、大変な労力を要します。平日の夢島コンテナターミナル付近はコンテナトラックが頻繁に行き来をしており、歩行には注意が必要です。北港バスの夢島コンテナターミナル前停留所に到着しました。このバス停での昼間の運行は1時間に1本です。なお、夢島には樽夢崎トンネルや夢舞大橋は歩行者や自転車は通行できないので、夢島に行くときは車やバスを利用してください。コスモスクエア駅行きのバスが到着しました。コスモスクエア駅に戻ります。次の停留所は終点のコスモスクエア駅ですので、乗車している時間は10分程度です。右側には夢島新駅の工事現場が遠くに見えます。2年後の万博開催に向けて急ピッチで工事が進んでいます。乗車したバスは夢崎トンネルを再び通過していきます。夢島での大阪メトロ中央線の延伸工事と新駅建設現場を皆さんと情報共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。